まあ、ここすごい町の中でなんかこう人工的な土地なんだけど、そこの中に自然の場所を作りたい。本当にいろんな生き物とか植物とか虫とか鳥とか、あとは人とか、それが生態系になってみんなつながり合ってこう豊かに暮らしていく場所みたいなところを都会の中に作りたかったっていうのが一番ですね。解放されました今日雨だし、すごい満員電車で人がすごいかったんですけど、来るときなんかもう足の疲れが取れた気がする自然と笑顔になったと思います。土の温かさとか裸足で行ってみるとなんかいろいろ違うもんなんだなって思う、面白い人間感がありましたね生き物感が生きてるって感じしました。普段あんまでもその裸足で歩くことがあんまないんで、やっぱこういうのすごい貴重で楽しいですね。普段は忘れてる感覚がすごい刺激された感じして、いろんな触り心地があって、ただ歩いてるだけでも楽しくて、もっといろんなところ歩いてみたくなりました。火が多い感じですね、やっぱり温度感も違いますし、食感とかも肌触り全然違いますね、また素足でちょっとハマるかもしれないですこれこんな味わったことない。私の方がなんか大地とつながる感、自然の一部っていう人が、っていうのをすごい感じられる。いろんな人が集まってきて、そこでこうやってつながる、いろんな人がつながることによって、普段の生活で起きないようなこのつながりが暮らしを豊かにするっていうことをやっていきたいですね。